はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の解差数列丸1をお送りします。で、ここから新しい数列の解差数列、これについてやっていきます。一応ね、動画を3本分お予定してるんですけど、まあそれの初回ですね。で、最初なのでポイントありで、ここに1問で、下に問題1問、計2問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？ほんじゃ、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、解差なんですけど、まあ、基本的に今までやった、等差、等比って、この解差ですね。一つこの3つをマスターしておけば、割かし数列は行きやすいです。もちろんいろんなね、タイプの問題出てきますけど、で、等差っていうのは、まあ、だんだん足していくんでね、同じもの。で、等比っていうのはかけていくじゃんか、同じの。で、解差はかなり特殊で、数列 AN っていうのがあった時に、隣り合う2つの項の差、BN イコール AN プラス1マイナス AN、N が1から1、2、3、点で点を項とする数列 BN を数列 AN の解差数列と言うって書いてあるんだよね。ここ読むと結構ちんぷんかんぷんなりますけど、これ何言ってるかっていうと、こうやって、これ AN ね。元の数列がある。でもこれを勝負するんじゃなくて、隣同士を引いたもの、ちょっと下の線やるから書いちゃうけど、ここ引くと、ここね、3引く2で1でしょ。5引く3で2でしょ。8引く5で3。で、12引く8で4。隣同士を引いたもの、これが解差数列なんです。だから、もともと書いてある数字ではなくって、そっから引いたものが数列になるよっていう。これ、解差数列って言います。いいかな？で、基本的に解差数列の問題を出されたときは、今、これ、もともと AN。ね。で、今、解差数列の方よく BN って置くんですけど、基本的に AN を出せって言われます。上の方を。でも、上が、いくつずつ足すとか、いくつずつかけるっていう等差等比になってないんで、こうやって引き算をして解差数列を出して、そっから勝負して AN を出すってやり方があるんです。で、それを BN とするときね、これ条件がつきます。 N が2以上のとき、これ必ず覚えてください。 N が2以上のときに AN、 これもともと上ね、これの求め方が A1 プラス、つまり初項です。上の方のね、ここの A1 プラス、で、シグマ使うんで、ちょっとこう消します。シグマ。ここね、気をつけてね。K が1からなんですけど、上が N-1 までです。N-1。これね、非常に気をつけてください。1から N-1 ね。で、ここに、BK が入ります。A1 プラスシグマ。K が1から N-1 までの BK です。で、BK って何かっていうと、それはこれの一般項です。ね、多分ここまで解差数列をもちろん学校で勉強してる方は、みたいな感じがするかもしれないんですけど、あまりね、ちょっと得意じゃなかったりとか、予習で見てくれてる子なんかは、多分ちんぷんかんぷんです、この状態だと。で、この状態で、まだ問題解く前ね、この状態で分かってほしいのは、今、解差数列っていうのは、どういう時に使うか。それは、こうやってね、数列が並んでるじゃないですか。2、3、5、8、12って。今までは、等差と等比で勝負ができたんで、いくつずつ足してるって、等差になってるとか、いくつずつかけてる、等比になってれば、もう一般項出せるんだよね、公式で。でもこの問題は、2ずつ足すかと思ったら違うし、かけるのも違う。あれ、どうする？みたいな。そういう時に解差で勝負します。で、解差は、その隣同士を引いたもののこの赤の数字。で、これの一般項、赤ね。赤の方の一般項を出せば、この公式で元々の数列の一般項も出せますよっていう、そういった方針になります。解差っていうのはね。じゃあ実際にやっていきましょう。で、解差数列の問題、ちょっと板書量が多いんで、しかも定期テストの時、ほぼ確実に途中式書かされるから、まあちょっとね、1問しか取り上げてないんですが、次回、問題演習で2問やりますからね。で、まず、ここ、元のやつを AN って置きたいんで、まあ、AN イコール、まあ、このね、2、3、5、8、12とすると。
すると、で一応会社数列って書いた方がいいよね。で会社数列、その引いたものね、ちょっと待ってね、会社で、会社の方は基本的に BN って置きます。で BN がどうなるかっていうと、さっきやった引いたものね、隣同士を、だから BL の方は1234点点点ってなるよね、となると。でまずこれを書いておいて、この BN の一般項を出します。でこれも一般項、まあいいか、普通に諸項1の1ずつ足してるからね、交差1って考えてもいいし、まあこれ1234だから普通に N でいいんだけど、となる。つまりよって BN 一般項ね、今回は N になります。まあ公式使うんだったら、諸項1プラス N-1 かける交差も1だから、これやったら N になるんだけど、でまず BN のこっちの一般項を出すと。でそれが出たらもう AN でいけるから、この公式使って。ただしこの公式使うときに絶対に N が2以上のとき、これを書きます。これ書き忘れると×もしくは減点もしくは×を食らいます。はい。で書いて AN イコール A1 プラスです。でこれごちゃごちゃしないでいただきたいのが、 A はこっちね、もともとの黒の方、開発数列が B のあっちなんで、 A1 っていうのはここになります。2、こっちじゃないからね、こっちの2なんで、 A1 2プラス K イコール1から N-1 ちょっとずれたねの BK が入ります。これは BN が今 N なんで、その N の部分を K に変えればいいだけだから、ここ K が入る、これ変えてね。でこれをまとめていくと2プラスで、シグマ K だから、シグマ K 公式でやったように2分の 1N かっこ N プラス1なのね、本当は。でもこれを変形します。で今まではシグマがね、 K が1から N までだったんだよ、それずっとやってきたんだけど、こうやって変わることが多々出てくる、これから。で N-1 の時どうするかっていうと、もともとシグマ K の公式これでしょ、これのね、 N だったところが N-1 に変わってるんで、この公式の N のところかな、 N のところを全部 N-1 に変えてください。そうするとここが N-1 になって、ここも N-1 になるのね。そうすると、まあ、2分の1は変わらないんですけど、こっちの中身がね N-1 プラス1だから N になるんだよ。でこっちが N-1 だから、こういう状態になります。いい、これわざわざ公式で覚えなくていいからね、できれば元々の公式のところを変えてるんだって覚え方をしてください。そうすれば上が N-2 になった時も変えることができるので、そこ変えるだけだからね。ちょっと下がまたね変わると話が変わってきてしまうんですけど、で戻ると結局こうなるから、2分の 1N かっこ N-1 とこうなります。でまあこれは普通に展開でまとめればいいね。ここ配ってあげると、2分の 1N の2乗マイナス2分の 1N プラス2と。で俺はもうこれでいいと思うんですけど、まあ2分の1でくくり出せよみたいな先生がいるんだったらそうやってもいいんですが、まあ大丈夫でしょう。つまり AN はこれなんですけれど、ここで終わらせちゃダメだと。ここで終わると×もしくは減点ですねになってしまう。で何かっていうと、会社の時さっき言ったようにポイントはまずこれです。 N が2以上の時しか使えないんで、じゃあ N が1の時大丈夫なのっていう確認を最後にします。で基本的に満たすんで、書き方としては自分はね、これはこういうことね、 N イコール1の時を満たすって言葉を添えて終わりにします。でどういうことかっていうと、結局 N に1を入れるじゃないですか、これ A の、ね、一般 AN の一般項だから A11を入れると
2分の1、マイナス2分の1、プラス2、計算すると2になります。2になって A1 が2、見てみるとちゃんと2になってる。あ、じゃあ N が1の時もちゃんと同じになってるから OK じゃん。っていうチェックが必要なの、最後。で、言葉を添えなきゃいけない。で、もし学校の先生がちゃんとこれを計算して書けよ、みたいな。先生やったらそっちに合わせてください。多分この書き方減点されるんで、きっと。でも自分の現役の時はこれで全然いけてたので、はい。で、満たさない時もたまに出てくるからね。その時は書き方がちょっと変わるんですけど、N イコール1の時はいくつって書かなきゃいけないんですが、ひとまずまあ一致することの方が最初は多いと思うので、まあ、こんな書き方でやってもらえたらと思います。でですね、今日解説するの動画始めちゃってるんですけど、前回まで和の記号シグマの公式じゃねえや、シグマの問題をね、動画3本撮ったんですが、まあ、その時にそれが合ってるかどうかの確かめ方とか、いろいろね、あるんですけど、本当は。例えば、これ、A の本当これ合ってるのかなって思った時に、今 N イコール1確かめたら一致したでしょ。じゃあ今度2入れてみると。試しにね。2入れてみたら、ここ2が4だから、約分して2になる。で、ここ2入れると約分するとマイナス1。で、プラス2。ってなるから、これ3になるんだよね。2入れたら3、2番目3になってる。あ、OK じゃん、みたいな。で、まあ3、まあ3もやってみるか、一応。3入れてみると、2分の9、マイナス2分の3、プラス2と。ここ計算すると2分の6なんで、3足す2で5になる。あ、3個目5になってる。あ、じゃあ大丈夫だろう、みたいな。和の時もそうなんですけど、和にしても、一般項にしても、こうやって確かめることができるので、数列って基本的に。なので、もしね、ちょっとごちゃごちゃした答えになったとき、不安になったときは、時間が余ってればだよ。時間が余ってれば、まあ、こんな感じで確かめて、あ、OK、OK、みたいな感じでやるのも、ケアレスミスを減らすポイントになるかと思うので、もしよかったらね、参考にしてみてください。では、今回は、高校数学数 B の解説数列丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言ったように、一応3本やる予定なので、で、次回問題演習2問です。なので、もしね、よかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。